あなたが恋するあの金融機関、実は超ハイレベルかもしれません。こんにちは、就活アドバイザーの京香です。月に200万回就活生が訪れるウェブサイト、就活の教科書を運営しています。金融業界はいつの時代も安定して人気がありますよね。人気業界だからこそ、どの企業がレベル高いのと疑問を持つ方もいるはず。また金融はブラックなんて話をよく聞くので、金融機関が本当にブラックか気になる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は金融業界の就職偏差値ランキングを紹介し、合わせてブラック度調査も紹介します。それでは行きましょう。金融業界から内定を得る近道は、業種ごとの違いを理解することです。業種ごとの違いを理解すれば、志望動機で差をつけられます。なのでまずは就職偏差値の前に、金融業界の業種別の仕事内容を簡単に解説していきましょう。金融業界には大きく分けて3つの業種があります。1つ目は銀行、2つ目は証券、3つ目は保険です。それぞれの仕事内容を簡単に説明していきますね。銀行には預金、貸し出し、為替の3大業務があります。一番皆さんに身近なのが預金、つまり銀行がお金を預かる業務ですね。詳しい説明を省きますが、銀行の志望者は3大業務について詳しく調べておいてくださいね。証券会社の主な業務は、ブローカー業務、ディーラー業務、アンダーライティング業務、セリング業務の4つです。皆さんがイメージしやすいのはブローカー業務じゃないでしょうか。ブローカー業務とは、有価証券を売りたい買いたいという注文をまとめて証券取引所に伝える仕事です。最後に保険会社の主な業務は、保険の販売、資産運用の2つです。保険の販売はイメージしやすいと思いますが、実は預かった保険金を元手に資産運用もしているんです。以上が金融業界の簡単な解説でした。はい、それでは本題の金融業界の就職偏差値ランキングについてお伝えします。就職偏差値は2チャンネル掲示板で、ユーザーたちが企業の人気度、難易度を議論し数値化したものであり、正式なものではなく、あくまで一般人の主観で決定したものです。企業のことをランキングするなんてけしからんって不快になる方は、ここで動画を止めてくださいね。まずはじめに S ランクの企業を見ていきます。 S ランクは就職偏差値73以上の超難関企業です。ご覧の通り、外資系大手の金融機関や日本銀行がランクインしています。 S ランクの企業は、超難関大学でも選ばれた人だけが入社できる企業なので、入社は相当難しいと思われます。例えばゴールドマンサックスはアメリカの大手金融機関です。超難関企業として有名で、平均年収は驚きの2094万円。ただ優秀なだけでなく、プラスアルファのスキルや容姿も必要だとか。次に A ランクの企業を見ていきます。 A ランクは募集人数が少ない企業や職種が多く、就活生にも相応の学歴や能力が求められます。続いては B ランクの企業です。 B ランクでも簡単に入れるわけではなく、金融業界ではかなり上位に位置する企業たちです。旧帝大、上位国公立、早慶レベルの学歴が求められるレベルです。採用人数が少ない企業、職種が多く、アセットマネジメントや証券会社が比較的多い印象です。資産運用系の職種は内定も簡単ではなく、それ相応の努力が求められるということでしょう。第一生命のクオンズとは、資産運用コースのことです。三菱 UFJ 銀行の潜在とは、戦略財務会計コースのことで、会計や財務のプロを目指すコースですね。次に C ランクの企業を見ていきます。 C ランクになると比較的採用人数は増えますが、とはいえ頑張っても普通に落とされる企業群です。早慶、上位国公立、マーチ、カンカン同率の上位がメイン層です。 C ランクでも農林中央金庫や東京海上日動、三菱東京 UFJ などレベルの高い企業が多いですね。 C ランクなら内定できるでしょと思ってると痛い目を見るかもしれません。次に D ランクの企業を見ていきます。金融業界は D ランクの会社に入社する方が多いのではないでしょうか。マーチ、カンカン同率クラスで、就活に積極的に取り組んだ学生が入社できるレベルです。どれも聞いたことある企業ばかりですが、採用人数は数百人規模と多く、知名度よりは入社しやすい印象です。かといってエントリーする就活生の数も多いため、採用人数が多くても油断はできません。以上が金融業界の就職偏差値ランキングでした。はい、ここまでが金融業界の就職偏差値ランキングでした。金融業界はまだまだ人気の業界なので、ランクが低い企業でも有名企業ばかりでしたね。ところで皆さん、一度は金融はブラックだなんて話を聞いたことがありませんか？こんな話を聞くと、本当に入社してもいいか不安になりますよね。そこで続いては金融業界のブラック度調査をしていきます。実際に金融業界はブラックなのか、今回は年収と残業時間をデータで検証していきますよ。それでは行きましょう。まずはじめに業種別の平均年収ランキングから、金融業界の立ち位置を確認してみましょう。今回はマイナビ転職の2020年版110業種のモデル年収平均ランキングの中からトップ10の業種を紹介します。金融業界にあたる業種はトップ10の中にも5つも入ってますね。表を見ればわかる通り、金融業界は平均年収が未だに高い業種だと言えます。金融業界は年収の面からはブラックではなさそうですね。
続いて残業時間の面から金融業界がブラックかどうか見ていきましょう。今回は令和3年度1月の厚労省の毎月勤労統計調査からパートタイマーを除いた業界別の残業時間でランキングを作成しました。もちろん残業時間は時期によって差が出るので参考程度に見てくださいね。1位運輸業郵便業24時間、2位電気ガス業 16.3 時間、3位情報通信業 15.7 時間、4位工業採石業等 14.3 時間、5位学術研究等 14.1 時間、8位金融業保険業13時間、17位医療福祉 6.3 時間。金融業保険業は全16産業中の8位という結果になりました。金融業界は他業界と比べて残業時間の面でもブラックとは言えないことがわかります。ただし新型コロナウイルスによる影響もあり、通常の残業時間とは差があるかもしれません。結論、金融業界は年収と残業時間の面ではブラック業界とは言えないですね。それではなぜ金融業界はブラックと言われがちなのでしょうか。考えられるのはノルマがあることや上下関係の厳格さから仕事が大変に見えるからかもしれませんね。以上が金融業界のブラック度調査でした。ここまで金融業界の就職偏差値ランキングブラック度調査を紹介しました。この動画を見たことで金融業界について理解が深まりましたでしょうか。一つ覚えておいてほしいことがあります。それは就職偏差値は他人の主観的な意見も混じっているということです。あまり一喜一憂しすぎず参考程度に活用してくださいね。金融業界は比較的入社難易度が高いですが、自分の手で新たな金融業界を作るんだなんて意思を持っている方はぜひチャレンジしてみてください。就活の教科書では就活を成功させる方法を LINE メルマガとして配信しています。今なら就活完全マニュアルを登録者限定でプレゼント。詳しくは動画の概要欄へ。もしこの動画がためになったという方は動画投稿の励みになりますので、いいねコメントなどいただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。